はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。今日もね、グダグダなお話をしていこうと思います。海外移住、まあ永住ですね。皆さんどうでしょうか、してみたいと思いますか。はい、ちょっとガサガサして申し訳なかったです。私はね、したことないな、したいと思っていないんですけど、やはり人それぞれでしてみたいっていう人がいるだろうし、まあ期間限定というか、まあ本当に5年10年単位で、まあ一応住んでみたい、それを移住っていいのか分かんないですけど、してみたいっていう人もいるだろうし、まあ何か目的があって永住したいなっていう人がいるんだろうけど、まあ大体の人がね、その目的があって移住したい、その国に、住みたいっていう人がいるんだろうけど、私はあんまり出ようかなっていうのはないかな。まあというのも、まあ今回もね、ウイルスでいろいろと、まあ、問題がありましたけど、海外に出てる方ですよね。海外で、お店を開いてる人、その食べ物屋さんだったり、カフェだったり、あと、まあ、カフェとかそういう飲食店じゃなくても、そういう雑貨類のものも含めてお店を出してる方なんかは、結構差別的なことを言われたりとか行動されたりとかっていうのがあって、結局ね、店をやめてしまって、まあ、日本に帰ってくる、まあ、そういう永住権とかね、持っていたとしても身の危険が迫る中、こうにいてもね、ちょっと言葉悪いですけど殺されるかもしれないっていうので、まあ帰ってくる方がいらっしゃったりね、まあどうしても仕事の都合上、まあそこにいなきゃいけない場合もありますけどね、なんか結構そのヨーロッパあたりのその飲食店をね、されてる方なんか、店先のその看板とかに帰れっていうような言葉があったりだとかね、日本人は帰れ、出ていけっていうような言葉がね、あったりだとかっていうのを見てたんで、そのテレビとかでね、まあそういうこともあるからっていう、まあ言い訳なんですけど、どうなんだろうね、その辻さんってなんだっけ、作家の方の、やっぱりヨーロッパだっけ、フランスだっけ、そっちの方にね、今いらっしゃってて、息子さんが結構いじめられてると、お前日本人だろと、学校に来るなって言ったりとか、まあ、学校に行けても近くに寄るなと、ウイルスが強いからっていうことを言われて、もう俺もう嫌だっていうね、言われ方をさ、嫌だって、もう精神的に参るっていうことをね、俺は言われたんだって。本当に小さい頃から、まあ、海外にいた人でも結構日本人だからとか、まあ、中国人だからとかって言われるのを、言われても散々言われても極めるっていうのは相当なことなんだろうね、って思った。まあもちろんね、そこに
移住し続けるために、まあ、相当ね、ずぶとい神経を持っていなければ、まあ、死ぬまでそこにいようっていうのはないだろうけども、考えがね、思いつかないだろうけど、まあ、きついだろうね。そこにいた人は、まあ、結構きついね。で、まあ、多分、今はもう本当に気が立ってて、もうアジア圏の人がいると、もう飛びかかる勢いで、っていうのはまあ言い過ぎかもしれないけど、もう帰れ帰れっていうような言い方をね、する方がいらっしゃるみたいで、これが落ち着いた時にさ、まあ例えばの話なんだけど、じゃあ外出制限ね、が解かれて、じゃあ、まあ今まで通りに外食しようって言った時に、その、まあ気が立っていたのこともあるんだけど、その日本料理、あ、じゃあ行こうかっていう話になってて、そういえばあそこにあったよなって、その気が立ってても、お前帰れ帰れって言ってた人がさ、日本人帰れって言ってた人がさ、あそこがあったよねって言った時に、周りがどう思うかだよね。いや、お前、ねえ、あそこのお店の人帰ったよって、日本人帰ったよ、え、なんでって聞いたら、え、だってお前が帰れって言ってたじゃん、ウイルスうつるからって散々ひどいこと言ってたぞって言って、もう本当にその時はさ、気が立っていたりとかさ、もう頭に血が昇るじゃないけど、そういうことがもう頭がいっぱいで、その後のことを考えられない状態じゃないですか。もう多分今の状態ってね。うん。だからもう、落ち着いた時に、日本料理店に行きたいとか、そういうデパートに行きたい、スーパーに行きたいって言っても、ねえ、そのお店の主人がいなくなったら、ね、どうしようもないよね。その後、その行った人はしまったって思うのか、まあしょうがないなって、他の料理店ね探すかって思うのか、うん、まあ名前だけは日本料理って書いてあるけど、うん、今までと違うね人のところ行くか、うん、日本料理と言われているけど、まあ中身は中華料理とかさ、うん、そういうのが、まあもしかしたらあるかもしれないですよね。多分そのアジア圏に住んでいる人以外は、その中華料理なのかコリアン料理なのか日本料理なのかっていうのは、いまいち区別が分かってない部分があったりとかするんで、すると思うので、うん、まあ同じアジア圏だから食べ、まあ同じようなもんだろうって思っちゃってる部分があるのかもしれないですよね。まあね、一応ネットではつながってるとはいえ、実際にその日本ちゃんとした日本料理っていうのを食べてないじゃないですか。だから、うん。これが日本料理っつってチャーハンが出されても、ああ、日本料理ねって、うん、これが日本料理なのかって食べちゃう人もいるだろうし、うん、そういう人はいないだろうけど、でも、ね、そういうふうに言われたら、あ、そうかって食べちゃう人もいるだろうしね。うん、どうなんだろう。そういうのを見ちゃうと、まあ、永住するぞ、移住するぞって思ってても、今回のことで、
ちょっと海外には行きたくないなって思っちゃう人も、まあ、何人かはいらっしゃるんじゃないですかね。うん、海外で成功するぞとか思っていても、やっぱね、日本ほど、日本以上にその差別ってあると思うんですよ。うん、アメリカとかね、ヨーロッパあたりとかもそうだろうし、うん、だからね、まあするなとは言わないけども、まあ、そういう覚悟でねあるなら、まあ、差別されてもしょうがねえって、差別される覚悟だって思っている人が、ね、多分いらっしゃると思うんですけど、うん、まあそういう移住する人はね、うん、それでもまあ残っている人は完全移住して、うん、残っている人は多分そういうつもりで、腹積もりで言うと思うんですけど、うん、どうなんだろうね。まあそういうのを見ちゃってるから、まあ私は、まあ、移住はいいかなって思っちゃうんですけど、皆さんどう思いますか？もうもしね、よろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。